アメリカ共生歯科学会はアメリカ合衆国における歯科共生学に関する専門学術団体。アメリカ合衆国の共生歯科医の大半が参加している。すべての共生歯科医は歯科医師であり、同時にアメリカ歯科医師会に所属していることが多い。アメリカ合衆国において共生歯科医は歯科の専門医であり、歯科共生学に関する診断、予防、 治療についての最低2年間の認可された強制歯科研修プログラムを完了したものだけが、これを名乗ることができ、また、アメリカ強制歯科学会に加入することができる。カナダ強制歯科学会と提携している。アメリカンジャーナル・オブ・オーサダンテックス・デント・オフィシャル・オーサプリックスを発行している。年1回の総会は、世界中の強制歯科医やスタッフのほか、その家族などのゲストも集まる。 大規模なコンファレンスとなる。有本博秀で、海外レポート、アメリカガソシエーション・オブ・オーサドンティス・ツバの、共生という文化を育ててきた米国共生司会会、ザ・クインテッセンス第30巻第10号、クインテッセンス出版、東京都文京区、2011年10月、207から209ページ、一春0286から 407X。ありがとうございます。